話しするきっかけが欲しくって、自分から待ち伏せをしてね、ちょっとわざとぶつかりに行っちゃうようなことをね、作戦をね、組んで恋の、糸口をね、自分でこう作っちゃうようなね、元気なね、可愛い、待ち娘のお話でございます。では、おさえちゃん、準備はよろしいかしら。はい、よろしいようで。では、佐野佐野さん、立ち方、木上さえでございます。よろしくお願いいたします。少しじゃあ、今ね、音響の方がいたので、ちょっと持ってるものとか見せてみます。今日はね、傘の方を持っております。この傘とかも2本継ぎになっておりましてね、コンパクトに収納できたりできるようになってます。ね、やっぱおセンスもそうなんですけど、日本人のこの音響が取れましたね。使ってるんですけども、閉じたりね、開けたりできるのって日本人がね、説明したんだけど、大抵こうお扇子というかこう仰いだりするのって、開けたら開けっぱなしだったじゃないですか。そんな風にこう日本人ってこう繊細なね、知恵がいろいろあるんですね。そういうのがね、こう小道具とかにも入ってまして、私たちもこういうお扇子を大事に使っております。で、傘の方もね、今日は、傘は紙の傘ですけども、絹傘もあったりします。で、その時によって使い分けたりもするんですけども、今日は可愛い町娘さんなので、こんな桜の、ね、柄の傘を使ってみることにしました。何でしょうか。あ、大丈夫ですか。すいません。はい、じゃあ小話はこの辺にさせていただきまして、浜野さんさん、よろしくお願いいたします。決して遅れよ胸の日。
ありがとうございました。